グルマイコールラロー県は、マリ共和国の地方行政区画で、トンブクトゥ州を構成する県の一つ。行政の中心地はラロウに置かれる。下級単位のコミューンは8つあり、2009年の統計で、人口は11万1386人を数える。1999年以降、グルマイコールラロー県は37の村と147の入植地。 そして9つの農村コミューンで構成される。県内人口は約10万人で、主に遊牧民のトゥアレグ族とムーア人に農業を営む損害族からなっている。県とは人口約3万人のラロウであり、県内はヤギ、羊そしてラクダの生育に適している。他の家畜も多く飼われている。県中央部に位置する五市にある水源はトゥアレグの遊牧民が使用している。 バンバラマウデにあるバンゼナ湖には4月から6月にかけて寒気の終わりには、ゾウの貴重な水源としても知られる。1970年後半、干ばつから逃れた難民たちは、工作に適した湖の周りで農業を始め、腰に定住化する。また、パリダカルラリーの創始者、ティエリー・サビーヌと同乗者で歌手のダニエル・バラボワルを乗せたヘリコプターが墜落した現場が、 県内にある。車イコールラロー県には以下のコミューンがある。ありがとうございます。